있는 지금은 살아남아야 해. 귀를 막아도 또 막아도 자꾸 자꾸 들려오는 선명한 네 목소리. It's alright. 두근두근 뛰는 가슴. 너의 손을 힘껏 잡아도 슬금슬금 올라오는 나의 아픔. レーダーを活性化します。 私の好きにしてもいいよね。 何が入ってるかな。 何が入ってるかな。 船なんてすぐ沈んじゃうんじゃない？ 野生動物はなかなか言うことを聞いてくれないんだから。 入ってるかな？ 何を作るところなのかな？ どうせならすっごい強い武器が欲しいな。 わかんないな。 人はどこ行っちゃったの？ 使っていけばなれるんじゃない？楽に抱きそうじゃない？ 人はどこ行っちゃったの？ 何を作るところなのかな？ どうせならすっごい強い武器が欲しいな。 鬼のためかな？ 私には合わない場所だね。 使っていけばなれるんじゃない？ 新しい禁止区域が指定されました。 使っていけばなれるんじゃない？ これは珍しいんじゃない？ な人
人はどこ行っちゃったの？ないよりはマシなんじゃない？鬼のためかな。綺麗な家だけど人がいないんじゃ意味ないよね。これは珍しいんじゃない？そろそろ緊張感持った方がいいんじゃない？開け！そろそろ緊張感持った方がいいんじゃない？ふふん、いい感じの家だね。きっと素敵な人が住んでたのかな。いちいちこんなことしなきゃいけないの？欲しいんだけど、いつまでやるの？開け！新しい禁止区域が指定されました。ライター！氷みたいだね。薪でも作る？って冗談だよ。そろそろ緊張感持った方がいいんじゃない？早く使ってみたいんだけど。何が入ってるかな？しないで。練習にもならない。だね。薪でも作る？って冗談だよ。もしもし、誰かいませんか？そんなはずないのにな。なかなか言うことを聞いてくれないんだから。開け！鬼のためかな。人がたくさんいてもよかったのにな。新しい禁止区域が指定されました。ライター！いいんじゃない？もっともっと作ろう。生存者が死亡しました。何が入ってるかな？生存者が死亡しました。ここにも人がたくさんいたのかな。どこ行っちゃったんだろう。習っても使わないんじゃ意味なくない？
はどこ行っちゃったの？何が入ってるかな？生存者が死亡しました。始めようか。もう営業はしてなさそうだから、勝手に入っちゃってもいいよね。もうこの砂、イライラするな。うわ、結構いいんじゃない？さあ、思いっきり暴れちゃおう。開け。新しい禁止区域が指定されました。生存者が死亡しました。開け。もうこの砂。生存者が死亡しました。生存者が死亡しました。生存者が死亡しました。分かんないな、人はどこ行っちゃったの？森をさまようのは人間だけみたい。面白いよね。誰かいませんかって、そんなはずないのにな。開け。新しい禁止区域が指定されました。箱を開けるときっていつもワクワクしない？生存者が死亡しました。緊張感持った方がいいんじゃない？生存者が10人を撃ちました。邪魔しないで、練習にもならない。もしもし、誰かいませんかって、そんなはずないのにな。もっと作ろう。開け。何が入ってるかな？空室ありますか？人がいるんならそっちの方がいいけど。動物は
なかなか言うことを聞いてくれないんだから。禁止区域が指定されました。ねえ、つまらないことはやめようよ。本気出してもいいかな。いるのかな。何が入ってるかな。綺麗な畳は嫌いじゃない。好きでもないな。動物はなかなか言うことを聞いてくれないんだから。本気出してもいいかな。箱を開けるときっていつもワクワクしない？よし、先に行こうかな。この森にはどんな動物がいるのかな。新しい禁止区域が指定されました。生存者が死亡しました。何が入ってるかな。生存者が死亡しました。これって私にぴったり。生存者が死亡しました。生存者が死亡しました。狭い場所に獲物を追い込む感じ、たまらないよね。しないで、練習にもならない。森みたいだね。薪でも作るって冗談だよ。開いた。のんびり日光浴してる場合じゃなさそうだね。森みたいだね。薪でも作るって冗談だよ。もうすぐ臨時セーフゾーンに入ってきます。なんだ。人はどこ行っちゃったの？もっともっと早く！足が埋もれて歩きづらい。
臨時セーフゾーンが終了されました。もうすぐセキュリティコンソール周辺で最後のセーフゾーンが設定されます。壊れてるじゃない、つまんない。もうすぐ最後のセーフゾーンが解除されます。狭い場所に獲物を追い込む感じ、たまらないよね。ちょっとだけ痛いな。死亡しました。勝利しました。もう終わり？遊び足りないんだけど。귀를막아도 또 막아도